やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日はちょっと和歌山まで遠出してエギング釣りに行きたいと思います。イカです。めっちゃ楽しみすぎる。バスでもないし魚でもないけど、今日はイカを一匹釣りに行きたいと思います。なんか持って、何も持ってくれへんやん。うわ、虫や。すごい道通ってんで。この辺とかでもなんか釣れるんちゃう？え、魚いてるよ。めっちゃおるやん。何これ、何やろ。海で釣れへんかったらここかよ。え、めっちゃおんで。今日は釣りをしに和歌山の方にやってきました。ほんまは、朝という姿がいいらしいんですけど、ちょっと朝出るの遅れてしまってお昼になっちゃいました。見てください、めっちゃ海、風めっちゃ気持ちいい。今日も暑いんですけど、イカを釣っていきたいと思います。私イカ釣りしたいってずっと言ってたんですけど、なんと視聴者様がエギングをプレゼントしてくださいました。ちょっと中見てみるんですけど、じゃーん、めっちゃ可愛くないですか。しかもめっちゃ種類いっぱい。今日はな、ちゃんと撮って。今日はこの色で釣っていこうかなと思います。ありがとうございました。めっちゃ暑いんですけど、やば、汗かきすぎて帰る時マジですっぴんになってそうなぐらいやばい。開けていきます。もう皆さん気づいてると思うんですけど、めっちゃ髪の毛暗く染めたんですよ。こんなんなる予定じゃなかったんですけど、ちょっと落ち込んでるんで、黒髪も似合うよみさきちゃんってコメントを待ってます。視聴者さんに慰めてもらう。逆にブスのくせに黒髪で清楚ぶんなよみたいなコメント来たら、もう即染めます。マジですぐ染め直してきます。よし、 OK です。ほんまに待って、ちょっと待ってもうほんまに無理や。入ってない。わー、ほんまに無理。どうしよう、ここ置いときます。来てるもん、ここ。どうやって登るの。オリーナもめっちゃ怖いねんけど、見える、わかりますか。すごい無理や、こっちはもう無理やから、そっちで釣ります。諦めた、怖い。釣れる、とりあえず。ですかこれ。よし、こっちで釣っていきます。あ、もういてる魚。今日絶対釣れるやん。海第一頭いきます。絶対イカ釣る。後ろいける。よし、めっちゃエギング YouTube 見まくったんですよ。イカってどこにいてるの。ここ、あれつけるの忘れてる。ちょっと待って、つけとかな、やばい、危ないよな。ちょっと取りに行ってくる。忘れてた、やばい。またおじいちゃんに借りてきました。おじいちゃんだから太りすぎやって。どうやって閉めるのこれ。閉まれやん。 OK、 これで安全です。やばい、かっ来てない。来た、魚来た、魚来て。これって釣られへん。なんかワカメ釣れた。ワカメ返します。よし、こんな時に海来た、泳ぎたくなる。めっちゃ暑い。今日は何する？イカ釣って。
イカのお作りとイカのフライと、イカって何イカが釣れるのこれ。めっちゃイカ好きやから。どんなでもイカ釣れてさ、罪とかかけられたらどうしたらいいん。あっちの辺とかあの辺で釣れたら釣れるんかな。あっち行けた。じゃあ沈まして、あとこれさ白の T シャツやからさ、汗かいてきたらさ絶対透けるくない。やばいやん。暑い。あとで足だけつけてもいいかな。こんな暑かったらほんま海入りたい。ちっちゃい魚めっちゃいてる。サビキやったら釣れるんじゃん。うわ、サビキセット持ってきたらよかった。最近引っ越しとかでバタバタしてたから全然釣りにも行けてなくて、なんか久々にお休みって感じ。ちょっと家も早く完成させて、一人暮らしを満喫したい。一人暮らししたら何したいかな。まず練習、一日中全裸。誰にも何も言われへんから一日中全裸生活で、一日中お酒飲みまくる。もうこんだけめっちゃ忙しく準備したんやから、部屋完成したら一日ぐらいお酒飲みまくってもいいと思う。よいしょ。自分で釣った魚を当てにお酒飲みたい。今日こそはマジで釣らない。やばい、何回坊主の動画あげるのやし。やばいやばい。あ、これさ、こうする時のさ力が多分足りてないんかな。こうやってやった時に沈んでいく時にイカが食らいつくらしい。やからもっとさ、もっとさ、こんなさ、これぐらいせなさ無理やと思う。いくで。こんな感じの、これ毎回やってたらしんどい。あ、飛んできた。やばい、やりすぎた。人が絡まる。やりすぎた。あっちに移動します。釣れへん雰囲気出てきた。どっから上登ったらいいやん。あ、橋があるやん。荷物置いて、うわ、よいしょ。めっちゃ優しくない、橋があるとか。怖い。これさ、よいしょ、あっちに移動します。あ、いった。え、何あれ、イカ、何あれ、ゴミ、え、謎。やばい、もう夕方なってきたから夕まずめってやつやんな。釣れてもいいんじゃん。あかん、夜の海怖いからさ、ダッシュで釣らな。いくよ。ちっちゃい。全然あかん。落ちた。ここなくなってんねんけど。なんかカンって言ってん、ここ触ってる時に。落ちたよな。最悪や、どうしよう、もう巻き取られへん。え、ちょっともうイカ釣りできない。ちょっともうカメラマン撮ってきて。ここやねんって落ちたの。絶対まだあるから。え、最悪。持ってこようかな。何？どうやってこれ巻き取ったらいいの？最悪や。これイカ釣り終わったやん。終了です。まだ帰る時間じゃないんですけど、リールのここ
この巻くところがなんか分からへんけど取れちゃって、多分こっちも止めてたんですけど外れてたんかな、取れちゃってなくなったんでイカ釣りはできなくなりました。結局今日も釣れてません。最悪や、せっかく和歌山まで来たのに結局何も釣れず帰ります。やっぱ初心者用のセットやったから安い釣り竿はあかんのかな。私が使ってんのはスピニングリールなんですけど、皆さん結構ベイトリールとかも効くし、なんかいろいろいろんな竿、レギング用とかバス用、海釣り用とか、これからちょっと竿にお金かけようかな。でもやっぱ今引っ越しもして車も買ってお金もないんで、これから頑張って貯めていい竿買います。最悪や、結局釣れへんかったら痛い意味ないもん。皆さんおすすめの竿とかありますか？あったらできればお安くいい竿を教えてもらいたいです。高いのはやっぱ手は出せないですね。安くていい竿を教えてください。修理とかできひんのかな。